エピソード29、アーク最大の恐竜を捕獲だ。はい、どうもグレゴーです。今回はなんとですね、マルチサーバーでティタノサウルスをテイムしようと思います。いやー、これはね、ちょっと一種の挑戦ですね、これは。やり方はさ、ちょっといろいろ見たんだよ。さすがにこのティタノはさ、やったことないし、初見でやるから、何もチェックせずにさ、やったら絶対にうまくいかないから、いろいろ調べた。そして一応もうね、ティタノを今から探すのは大変だから、もう見つけてあって、かつその周りに拠点が、あまりないところにたまたま湧いたから、俺が理想的なところに湧いたから、そこで一応囲ってあんだよ。で、本当はさ、囲っちゃいけないらしいのね。囲ってテイムすると、スタックになって壁に詰まって、そうすると頭部に大砲を当てても昏睡値が上がらないっていうのが出てくるのね。ちょっと門というか、こうでかい壁をね、囲うのをね、肥沃したのよ。歩き回れるぐらいにしたのよ。そうすれば逃げることもできなければ、海に落下してさ、水没することもない、で溺死することもないし、動き回ることができれば昏睡値たまるんじゃねえのっていうので、ちょっと広めにとって、また変に建築されないようにベッドも置いてあるし、この位置、これ真ん中の上、わかるかな、真ん中の上の方、火山の上だね、上の方、そこに今いるから、ちょっと囲ってあるわ。すぐテイムできるよね。で、一応このケタルはちょっと改良してね、大砲とか置いて、で、ここに弾を用意してあります。計ね、100、ここに一発入ってるから、計145発。いや、いけるかな、145発で。もっと作っときゃよかったなって思ったけど、どうだろうね、ちょっとやってみないと分かんない。で、なんでマルチサーバーでテイムしようかなって思ったのは、これギガノトサウルスの、クエストをやったらゲットできたんだよ。ティタノサウルス、サドル、本来は100レベルにならないとゲットはできないんだよ、サドルはね。たまたまゲットして、最初はソロでやろうと思ったんだけど、ソロで俺ケザルテイムしなくてちょっと面倒いなと思ったから、どうせここにマルチでサドルがあるから、じゃあやっちゃおうと、テイムを。テイム上限も見たけど大丈夫だったね。1930何歩だったから大丈夫だったわ。じゃあ早速行こうかな。よし、とりあえず現地に行きます。はい、着きました。まあ、こんな感じで囲ってあるんだよ。ほら、普通に歩けてんじゃん、この落ちたのは。これでスタックにならないはずだ、なのよね、きっと。これならば逃げることもできないし、邪魔も入らないし、近くの建築もないから、ラグで落ちることもないから、これでいけると思うのよ。ただ壁際に行ったらきゃ撃てないだろうから、ちょっとね、わかんない。で、調べによると、大砲を当てるだけだったら、攻撃はされないらしいのね。ただこう普通のね、ケザルでこうアクションボタンを押すと攻撃扱いになっちゃうから、攻撃になっちゃうから、そうすると向こうも攻撃してくるから、ちょっと降りて大砲すげえ危ないと。いや、緊張するけど、どうしようこれ。スタックしたら、でも連続で撃っちゃいけないってのも言ってたしな。しかも頭当てなきゃいけないでしょ。
当たった？いや1ミリ当たってんやんけ。これ一日玉込めんのだるっ。ちょっとどうすっかな。あーダメだ。いやこれむず、めっちゃむずこれ。あ、そっか、ティタのや、あ、ケツラに当たるのか。むずいなーこれ。当たってない。いや、弾の無駄になっちまうな。あ、ダメだ。あー、ケトルに当たる。テイムできる気がしねえ。テイムできる気がしねえよ。やっぱダメくせえな。結構めっちゃのけぞらねえしな。のけぞるらしいからな。ちゃんとスタックしちゃうな。なんか来たし、もう。マジあいつ殺そうとしてんじゃねえかよ、こいつ。マジ勘弁だぜ。どっか行けよ、この紫野郎。マルチの嫌なとこだよこれ。ほんとに日本人じゃねえし。もうふざけんなよマジで。こいつふざけんなよほんまに。ソロでやるべきだったわマジで。ほんとによー、どっか行けよあいつ。ほんとにマルチこういうのがあるからな。いい人もいるけどさ中には。いやいやいや、囲ってあったから今やられてないけどさ、囲ってなかったらアウトやこれもねえ。テイム寸前でさ殺されたらつったら俺もうマジで潰すぞ俺ほんとに。いやー、なんで囲ってできねえんだろうこいつ。大砲狙うだけでも大変なのによ。ちょっと囲ってたらできないからもう壊すわ。これで5キルはずだけど、邪魔も入るから、ちょっと怖いんだよな。わ、来たよ、来たよ。うわ、マジかよ。ふざけんなよ、こいつ。
マジかよこいつ、ほんまにふざけてんじゃねえぞこいつ。おい、マジあいつなんなの、もうマジで。クレイしよう。いやそっち行ったら余計暗いんだよお前、暗いんだよ。なんかギガノト増えたし、なんか一匹増えましたけど。おいーマジかよ。一発待てられてねえんだけど。スタックする。で一応ね、一発だけ入ったんよ。一発だけ入って一応コンスイッチは下がらないらしいな。だから心配なのは水没と、他のプレイヤーにやられることだな。うわ10発当てて7000か。20発で14000、30発で21000、50発程度か。全然分かってない。実況してらんねえなあ。まともに実況できねえというか、もう動画ならねえ。ちょっとこれ話にならないから、これもちょっといけそうになったらまた動画撮ろう。これやってらんねえな、これちょっと。どんな長期戦これ、もう無理。あー当たっちまった。ちょっと一回動画やめて、できそうな時にまたやるわ。さらば。とりあえずはラス1まで来た。ラス1まで来たよ。邪魔じゃボケー。あのね、ちょっとね、いろんな人がいる拠点とこ来ちゃってさ、すげえ迷惑かけてると同時に、なんか邪魔はしてねえけど、ティタのテイムで多分すげえ止まれてるんだろう多分。あと一発なんだよこれ。クソ大変だよこれ操作が。計ね、2、3時間ぐらいかかってね。弾も2、8発ぐらい使ってる。バカバカ、そっちはダメだー。いや、ほんまやめて、ほんまやめて、そっちやめて、ほんまにやめて。まあ、超大変これ、もうマルチだとさ、もういろんなとこに建築あるからさ、もうすぐスタックして邪魔するんよね。あーダメだ、ラグが重いし、家ここねめっちゃ立ってんだよ。あと一発なのに。あーこんなんずっと、もうこれマジマルチでね、ティタのテイムはねマジ俺ぐらいしかいねえよやるやつ PVP で。うわーちょっと上だったー。あーでもこれ多分スタックしてっから意味ないかな。このケタルも移動も超だりーしよ。
違う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 、そう間違えるんだよ。ふざけんなよ。どこだよ。ふざけー。暗くてわかんねえし見えねえし、どこにいんだよ。来たの。あーどこだー。やばい、ネックで切れた。最悪なことがばっかり起きてる。俺のどこだ？暗くて何も見えねえんだけど。こっちだ。あ？あ、そっちじゃん。うわマジか、助けてもらった。どこ行った？沈んだまさか。そっちかーい。くっそ、誰が。どこ登ってんだよマジ、バカじゃねえの。ちょっと待って、真剣にやるわ。こいつらめっちゃ出回んないよ。迷惑かけてんだよこっちは、みんなに。そりゃそうだよ、ティタンをテイムするってなったらよ。寝たードアクセス。動けねえ。よっしゃタイムした。やったー、やったー。
超歓迎してるよ。やべえな、うわ体力15万あるぞ。重量やべえこいつ。まさか本当にゲットしちゃうと。あ、どうしようこれ。ケタルケタルどうしよう。後で取りに行くか。ケタルちょっと、いやー、どうやってんの。これか。ディフェンダーこうするから。うわやべえ、ティタノ乗ってるよ俺。マルチでやべえな。俺だけだぞこのサーバーでは。絶対俺だけ。いや水没先はしてくない。どうしよう、水没先はしてくないんだけど。これどう、あ、迂回しよう。もうなんかこう危険、ちょっと怖い。上がれなくなる可能性があるから。おっそ、おっそ、おっそいなこいつ。いやー疲れたー。弾はね250発ぐらい使ったよ。もうね今持ってる弾以外もうない。もうこれで最後だったね。いやー大変だった。頭狙うの。いやこの調子は俺がケツァル見失った時に助けてくれたかな。めっちゃ感謝だわ。いやーできたー。ちょっとこのまま帰るか一回。一回帰るから一回これ動画一回切っちゃうわ。一回ちょっと時間かかるから一回帰って、でケツァルも持って帰ってもう一回ちょっと動画を撮って、お話ししますよ。そういうことにしよう。ではちょっとまた後ほど。はい、なんとかね持ち帰ってきました。一応ティタのさテイムできると思ってなかったからさ、ちょっと置く場所を考えてなくてですね、急遽、持って帰ってきたから、崖プラを設置して、ティタの置く場所を確保しました。いろいろこの後ちょっとティタノに関して説明しますから、ちょっと待ってくださいね。で一応こちらです。ティタノ首輪はでけえな。あのね金首はつけたらもう外せない。そう、まあ金首じゃなくて首輪ね。うん、まあ俺はもう外せなくてもいいかなーと思って。別に足折れてんじゃねえかよ。うん、で一応ここもギリギリ餌箱反応するようになってるんで、まあ調べによると餌箱に何か入れてれば、何入れたらいいか分かんないけど、まあなんか食うらしいよ。まあちょっといろいろ今後ね何の餌を食べるかっていうのは試行錯誤して分かり次第また報告しようかなと思ってる。うん、で一応ここもう外したのよ。ここもっていうかな、ここの、まあ、このでかいもんじゃ、最高でギガノトまでしか入らない。ティタノは出入りができない。うん、できないから、もう取っ払うしかねえわ。で、まあ、ティタノ来ても、まあ、無抵抗だったらやられないし、ギガノトはタレット反応するから、もう目の前にもう1、2、3、4、5、6台ぐらいあるから、まあ、ギガノト来ても、まあ、タレット6台でぶっ倒せるし、で、ここら辺にいるのは体力も1万以上あるから、まあ、死ぬ前にギガノトが死ぬからね、きっと。タレットを2台で倒してたとこもあったし、まあ大丈夫でしょう。まあ、ここまでギガノトわざわざ連れてくるやついないしな。ギガノト多分旋回したら多分落ちちゃうしな。と、手の道な。まあ大丈夫でしょう。いやー、最初ね、めっちゃひどかったよ。全然当てらんない。もうほんとね、顔面。ほんまにこのね、もう今映ってる部分らへんかな。今映ってんじゃん、ティタノの顔が。ここらへん当てないといけないんだよ、もう。もうね、ここダメなの。ここらへんはもうダメ。もうここだね。もうこの一部分だけ。
俺もなんかティタンのテイムしてる人の動画見たけど、みんなやっぱこの辺当ててるから、なんとね、大砲の弾ね、250発から300発ぐらい使いました。あのね、もう最後見せたと思うんだけど、ダンスあれでもほんと最後、もうね黒曜石がなくなった。一応ね、黒曜石は黒曜石だけで使うこうなんかこう作成するものがあったりするから、黒曜石はね1000個ぐらい余らしといたんよ。で大砲の弾って 4個しか黒曜石使わないんだけど、もうその4個しか使わないのに黒曜石バリ使って、で1個の弾でさ、インゴット80個だよ。これテイムできなかったら大損だったよ。今ちょうどバイイベント来てるから採取もしようかなと思ってるんだけど、まあゆっくりこれ採取できるわ、これで、ね、よし。まあね、ちょっと建築重くなっちゃったんだよな、ここ使っ作って。一応人間でも登れて上がれるんだけど、まあこの隙間はまあいいわ、使うのはティタンのだけだから、ティタンの専用のあの車庫なんで、ここは。でちょっとあのこっち側に雪の方の白いところに足突っ込んでるのは、餌箱がね奥まで行くと反応しなくなっちゃうから、俺の餌箱ってさ、テック餌箱だから簡単には移動できないのよ。だからもうちょっと頭出してるって感じかな。で尻尾をこっち向けないと、こっちにいるさ恐竜たちにさ、ちょっと邪魔になるから、尻尾がねちょっとでけえからよ、体が。だからちょっとこういう斜めな感じになってるのかな。で一応まあステータス見るか。ステサドラマー1なんだけど、金首つけたことによってもう外せないからあれなんだけど、まあ体力1万、15万か、本当は15万か、それが16万5000だったぞ。体力もねほら回復してんだ一応。食料値はどう回復するか分かんないから、まあちょっと今野菜ケーキあげてみるか後で。でスタミナも本当はまあ2000くらいが2300になったか。で重量、これ5万が6万5000になってる。でこの調べたら、このプラットフォーム、これは230個の建築できるみたいだよ。だから今後ちょっとどうせだったら建築もしてみようかなって思う。ちょっと試しにね。ティタノなんかで歩いてたら多分目立つよね。え、こいつティタノ乗ってるってなるよな。あのマルチだと自慢ができるから。ソロっていうのは完全に自己満じゃん、ソロは。YouTube とかに上げなかったら誰もわかんないし、でもマルチだったらみんないるからね、十何人二十何人、その人がみんな見るんだからね。もう優越感に浸りながら遊ぶわこいつで。もう、ね、いつ死ぬかわかんないけど、まあ移動速度もまあ 20% 上がったね、これで。で攻撃もね結構強いんだよね。ちょっと試しに行くか。あ、待って、ちょっと野菜機器か。ちょっと重いんだよな。重いし、しかもこれ高いからよ。建物より高いからさ、自殺だよな。向こうまで行けるぜ、これ。ほら。もう、結構落下ダメージがすごいな。ちょっと、餌箱、じゃなくて、与えてみるか。5個もいらないな。3個ぐらいでいいか。えい。あ、食べた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 。え、1個、え、何、何個かい、え、どんぐらい回復すんの。回復した今。え、どういう回復の仕方これ、食料値。わからねえ。地道に回復するのかな。いや見てよ、ちょっと2個目食べる。あまりモバイル版で検証
してる人あまりいないからね、点も大変だから。え、 20？ え？は？ 20？ おい待てよ、2週しか回復しねえじゃねえかよ。嘘、これ作るの大変だぞ。これお前マジか。あ、これ与えらんないんだ。これスープ与えらんないって。フォーカルチリとエンデロ食べた。あ、やっぱ20か。くー、マジかよ。これも与えらんないしな。ダメだ、ちょっとベリーを食わしてみるか。うん、食わないね。うん、ダメだ。うん、こいつゴミだ、ほんとに。くそ、食わねえじゃねえかよ。いや、じゃあ、野菜ケーキを入れなきゃいけないってことか、じゃあ。まあ、いいわ、じゃあ、ちょっとこいつ餌食わせながら、ちょっと、攻撃とかを試してみるか。ちなみにね、採取は全然できない。採取は何もできない。あとね、これ攻撃するたんびにね、スタミナをめっちゃ使う。すげえ使う、スタミナ。で、食料値の減りはね、そんなに悪くはないはず。うん、あまり悪くはない。あ、松明何の意味ねえわ。何の意味ねえわ。自分の存在を示すくらいだ、これ。で、攻撃は普通のアクションボタンが、この、これだね。で、下から上にやると、この足のやつ。結構ね、これすごい強いんだよ。木とかも歩くだけ倒れるから。すごい強いけど、スタミナがすごい削れる。で、走る分には全然スタミナは減らない。ほら、アルゲンとか今踏んだだけだよ。40レベルアルゲン。踏んだだけ。踏んだら死ぬ。やばくない？アルゲン踏んだだけで死ぬんだぞ。こいつどうだろう？マンモス。どうだ？サーベルタイガー死んだ。いやー、無敵だよ。でもダメージどんぐらい入ってるかわかんないんだよね。でもまあ、まあ、こんな感じか、って言ったのは。うん。いやー、今後どう使おうかな、この手玉をね。うん。はい。いかがだったでしょうか。ちょっとメンテナンス来ちゃったな。いや、俺、多分ね、朝8時か9時ぐらいかやったんだよね。なのに、もう昼行っちゃってるからね。動画撮影しなかったから、ずっと手こずってたわけね、テーマの時。終盤になって、最後あと1、2発の時になって、動画回したから。そうそうそう。まあ、こんな感じですね。まあ、無事にね、チタンをテーマできてよかったですわ。本当によかった。テーマできて。もう動画ボツになるんじゃないかと思ったし、テイムできる気配すらなかったからね、1ミリも。ではね、今回はチタのね、テイムということで、無事に成功しました。最後まで見てくれてありがとうございました。次回はちょっとわかんないけども、まあ洞窟の続きかなんかやっていきたいと思います。では、本日は、ここまでです。これで終わっていきます。では、また。お会いしましょう。バイバイ。